五所川原律ねえ豚の出汁、五所川原律ねえ豚は、青森県五所川原市で8月4日から8月8日に開催される祭りである。青森のねえ豚と構造は、基本的に同じだが、その名の通り、高さが最大で20メートル強にも達する巨大な、出汁が運行される。立和豚と、誤食されることもあるが、ねえとあは別字である。2009年11月12日、 天皇陛下ご即位20年をお祝いする国民祭典のパレードにて披露された五所河原律ねえたけたこの律ねえたけたと呼ばれる出しは、溝ぎ払いとして行われた夏の行事において灯籠を作られていたものが、いつしか組人形として作られるようになったのが原型と考えられている。明治時代から大正時代にかけて巨大なものとなり、市内の豪商や、 集落などで競って作られていた。しかし、電線が市街地に張り巡らされたことにより、巨大な出汁の運行が困難になり、立年豚は低下立ち化された。結果、立年武田そのものが幻となってしまうこととなった。1993年、市内のある家庭で先祖の遺品の整理をしていたところ、明治、大正期の立年豚の設計図の一部と写真が、 発見された。この設計図を元に立名蓋を復活させようとするボランティア運動が始まり、彼らの手により、1996年に立名武田として80年ぶりに復活した。この時に作られた立名蓋、武者は、同年7月1日に岩木川河川時で運行、7日には、 古州に習い火が放たれ、昇天させられた。その2年後の1998年、五所川原氏が、立年豚の支援を決め、夏祭りで運行されるようになった。以後、立年豚は1年に1機ずつ新作が制作され、現在に続いている。2004年の運行では、ドラゴンボールの孫悟空の立年豚が出陣した。また同年くれ。 千葉県の幕張メッセで行われた、集英社のイベントにも出展され、その異様を披露した。2006年の運行では、ハドソンのゲーム、桃太郎電鉄シリーズの桃太郎たち&、キングボンビーの立ブ蓋が出陣した。それに先立って3月25日に、ゲーム総監督の佐久間明と、キャラクターデザインイラストを担当する、土井隆之が、青森県庁に、 知事の三村慎吾を訪ね、出しの制作を報告した。また、同年及び2007年に発売された、プレイステーション2 w i x b o x 3 6 0向け、ソフト、桃太郎電鉄16北海道大移動の巻のオープニングムービーとして桃太郎電鉄立名豚の出陣の様子が収録された。制作は、キャラクターデザインを手掛ける土井高幸が作成した。 イメージイラストをもとに行われ、主人公である桃太郎の目入れ作業も土井が直接担当している。2007年の運行では、機動戦士、ガンダムの立ブタが出陣した。このガンダム立ブタは、同年8月18.19日に、千葉県の幕張メッセで行われた、キャラホビ2007にも出陣した。これら、平成の立ブタは、 明治大正期の立命竹たとは構造などの面で全く異なる現代的なものとなっている。明治大正期には木や竹を骨組みにしてろうそくで明かりを灯していたのに対し平成のものは鉄骨で基礎と柱が作られその周囲にブロック状に各パーツが据え付けられる。照明にも電気が使われている。林方の掛け声は青森のラ・セラー。 広崎の八重野道に対し、五所川原では、やってまれである。やってまれは、津軽弁で、標準語の、やってしまえに近い意味である。JR 五所川原駅前周辺を舞台に行われる、運行のために、運行順路となる、周辺道路一帯では、電線の埋設工事や、道路拡張工事が行われている。立命竹田、作詞、作曲、歌。 吉久行吉は、同志出身。毎年、祭りのスタート時には、吉の乗った移動ステージ車が書く、出汁を先導し、ママの歌声を聞かせてくれるのが恒例となっている。ありがとうございます。